どうも、見えてる？おー、すげえ匂いだ。見えてますか？さん、おー、エミリーいらっしゃい。どう調子は、エミリー。最近元気してる？帰ってきたよ。メンヘラになっちゃったの、エミリー。エミリーもな、いい彼氏ができるといいんだけどな。道路を作ってる、新しくブルーロードになったから綺麗になった。舗装されて、青い道かっこいいよね。昔はね、ここ公園になってて遊具があったんだけど、遊具と花壇がなくなってブルーロードになった。おしゃれでしょ、東京って感じでしょ。小道、そう、古いね。ここは映画タンポポっていう伊丹十三監督の名作があるんだけど、そこの最後のシーンで使われたんだよね、この道は。お、猫だ、ぬこ。にゃー、ぬこ、どこ行くの？遊んで。猫、にゃんこ、こんにちは。にゃーお。MRE プレンダーさん、綺麗な感じ、爽やかだよね、ブルー。こんにちは。おいで。にゃーお。にゃーお。にゃーお。おいで。にゃーお。人懐っこそうだな。猫。いいよね、ブルーの道かわいいよね。猫がいた、猫が。おしゃれになってる。高級住宅街だからね、高級住宅街。勝ち組の中の勝ち組しか住めないから。西新宿5丁目は。コーヒー買おうか、エミリー。朝比奈ちゃんはね、俺はね、とっても誤解されやすい性格だと思ってるけど、めちゃめちゃいい子なの。会ったから、会ったことあるから知ってるからね。顔？顔？エミリーちゃんはね、すごくいい子だ。誤解されやすいだけなの。エマルイフレンダーさん、コーヒー。コーヒーね。あ、コーヒー買おうってことね。カラオケ行きたいな。もうストレスが溜まりまくってるよ。パソコンさ、動画編集用のパソコン50万だって。買えねえよ、50万なんて。どこにそんな金があるんだよな。50万。50万なんてさ、俺貯金3万でも必死いっぱいいっぱいなのに、貯金3万できるかできないかの2年間ぐらいかかるよ。いやー高いよね今。映画撮るためのさ、俺の YouTube 見てくれたら分かんだけど、画質すごいあのカメラで撮ってるから、8ビットっていう形式の動画なんだけど、映画みたいな画質なのね、 YouTube の方は。
だから映画撮る用の編集する用のパソコンだから、まあ大変だよ。わあ、ビルが夕焼けで赤く染まって綺麗だよ。見る、ほらビルが赤く染まってる、綺麗だわ。夕焼けが反射してる。これ白いビルなんだけど。大変だ。綺麗だね。まあでも勉強になったな。見積もり出してよかったわ。早めに見積もり出してよかった。あ、いいよいいよ、うち潜り多いから気にしないで。シャカーペコ、ただいま。最近どうなの、エミリちゃん。もう家、秋葉原行ってた。いいじゃん、まったりが一番だよ。リスナーはね、受験求めるだろうけど。ウイスキーマニアさん、東京は家賃高いですか？ここの家賃6万。イライラ減ってきた。よかったよかった。エミリちゃんは笑顔が似合うからね、忘れないでね。エミリちゃんは笑顔が素敵だから。本当は優しくてさ、すごいピュアで、なんだろう、穏やかな性格してんの俺は知ってるからね。エミリちゃんに意地悪する子がいるからなってるだけで、本当はすごく優しい子なんだ。平穏が一番だよ。ひどいこと言う人もいるからね、配信は。負けないで頑張って変えないよ、50万だよ。変えるわけないじゃん、見積もり出して撤退だよ。変えないよ。ちょっとごめんね、一回 Wi-Fi 切り替えるから落ちるかも。見えてる？そんなに高いの？あのね、使うソフトがね、スペックが高いやつだからだね。6万くらい、田舎 2LDK、 7畳だね。7畳1間ユニットバスで6万だね。で、奇跡的に安いって言われてるこの物件は。2LDK、 まあいいよね。これが見積もり書。見積もり書。50万か。困ったね。困ったね。50万だってさ。参っちゃうね。なんでそんなに高いの？ソフトが動かないんだよね。安いパソコンだと。動画編集って一番、ゲームか動画編集が多分今一番パソコン大変なんじゃないかな。いや、みんながね、見てる動画っていうのは、高画質の動画っていうのはすごく手間がかかってるんですよ。手間も暇も。関ちゃん、あくめさん、こんばんは。同じ客さん、おい、こんばんは。こんばんは、関ちゃん。
頑張ろうね。諦めないで頑張ろうね、みんなで。ウィスキーマニアさんです。 SD だから起動がなんかね、でもね SSD が3つって書いてあるんだよね。サムソンの SSD1 テラが1つと SSD1 テラが2つって書いてあるから、合計3つも使う SSD。 ポータブル DVD ドライブ黒って書いてある。ミスさんこんばんは。あ、違う、これじゃないわ。なんでこれ SSD こんなに必要なんだろう。はい、こんばんは。起動が早いんだ SSD は。50万で唯一妥協できるところ どこですかって聞いたら、あんまりおすすめはしないけど CPU をコア7に変えるのは一つ手だけど、あんまりおすすめしないって言われた。要は11万6千円の CPU なんだけど、これはこれ積んだ方がいいっすよって。イカズチチとサーネス SD オレイド1ミラーリングさせているから。ミラーリングさせているのかな。でグラフィックボードって書いてないんだけど、どこの項目がグラフィックボードなんだろう。 CPU クーラーは水冷って書いてあるな。でビデオ、ウィスキーマニアさん、映像を保管するならそれくらい必要かも、うん、ただし全部 SSD でなくても良いような。うん、で唯一この構成で変えられるとしたら CPU っつったよね。わあ、ありがとう初見さん、ありがとう。ファンですか、ありがとうございます、ありがとう。どっから来たんだろう、ありがとうね花火。関ちゃんが久米さん、こういうのはケチると後悔するから。でも昨日の話だとリスナーさんと話し合ったのは30万で足りるって言ってたんだけど、なんでこんなズレが出たんだろう、リスナーさんと俺との間に。だから25万でいけるっていう話だったから、それを多めに見積もってなんだろう30万って考えてたのに、なんでこんな50万もいってるのかわかんないんだよね、知識がないから。ちょっと PC ケースは高いやつ選んだんだけど、うん。で、自作の組み立てサービスが2万2000円とかかな。なんだろう、余裕持ってたつもりだったんだけどな。っていうかマザーボード6万7000円もするんだね、こんな高いんだね。マザーボード6万7000円でビデオなんとか。カメラ直せた。カメラは3000円のちょっといいやつ掃除入れて明日直るって、予約がいっぱいだから明日取りに来てくださいって言われた。明日取りに行くよ。カメラは多分大丈夫なんだけど、今後だってこれ編集だよこれ。ウィスキーマニアさん、自分のパソコンも OS とソフトの部分は SSD にデータ保管用に普通のハードディスクにしてます。なるほどね、なるほどね。大地とイカズチとマザボ妥当なんだ。動画用途ならマザボは妥当な価格かも。妥当なんだこれ。67,824円。ステクワル 3FHD で50万の PC 必要なのか少し疑問。カメオさん、よかった。フル HD だからじゃないね。あのね、ダヴィンチで調べて、ダヴィンチリゾルブで調べてください。それで多分意味がわかると思う。あのね、要は 4K 動画対応してるんだけど、このスペックだったら、4K だからとかフル HD だからっていう問題じゃない。そもそもが違う。あの、カラーグレーディングの作業をするからなの。だから多分、ステップウェルさんが、その、なんていうのかな。あちゃんさん、和戸さん、はい、ハートありがとう。帰りなさい。多分そこだよ。多分そこが伝わりづらいんだと思うんだけど、映画用のソフトを使うからな、もともと。CPU クーラー 14,470 円。ビデオなんとかってこれ何なの。 GTX1700 ASUSターボ、エーサスターボ、GTX1070。サクさん、アイテムありがとう。これ何なんだろう。これがグラフィックボード。GPU は普通のっぽいですね。GPU は普通っぽい。GPU がどれだか分かんないんだよね。グラフィック、
これがグラフィックボード、エーサスターボ GTX1700Ti8GB、 ビデオなんとかって書いてある。これがグラボか。これが57,300円だって。これが57,300円って書いてある。まいったな。まいったね。これみんなが見てるこのスペックだとヌルヌル動きそう。高く感じる？安く感じる？これ。これが高いのか安いのか何なのかが分かんないんだよ。ダヴィンチリゾルブに直接聞いてみては。いや、あのダヴィンチリゾルブのサイトのスペックにあの照らし合わせて組んでくれと。ブラックマジックか。いやいやいや、違うステップウェルさんね、あのリスナーごときさん、ちょい高い。ちょい高い。どこが高い？どこが高い？ハルさんはどつ？アイテムありがとう。どこが高いのかな。落とすなら CPU って言ってた。ただ CPU を落とすのも進めないって言われた。店員さんにはこれだけあればまあまあ余裕がありますよっていう。で、落とすとするなら CPU ですね。 i7 に変えて。でも i7 に変えたらちょっと物足んないとは思うって言われた。もうこれだけ詰めばサクサク動くって。標準よりちょい乗せてる感じだってね。リスナーごときさん、マージン1ケラ2割乗ってるね。1割2割乗ってる。これゲーミングじゃない。いいパソコンか。ウイスキーマニアさん、他のお店に見積もりしてもそのスペックでは同じくらいなのでは。グラボは 1050Ti。 ありがとう。GTX1070Ti って書いてあります。サメ島さん、グラフィックボードがエーサスターボ GTX1070Ti8G 57,030円。しまちゃん、生活困窮者3、いらない。いくらぐらいのに、いくらぐらいなんですか、1050Ti っていうのは。いくら削れるんだろう。CPU は高い方がいいですか。そうだよな、鮫島さん自作組んでるからな。詳しいんだ。しまちゃん、生活困窮者。あ、2万円、3万円削れるんだ。よろずよ。ウイスキーマニアさん、グラボは妥協しない方か。グラボ妥協しない方がいい。どうなんだろう。グラフィックボードは妥協しない方がいい。え、グラフィックボードってそもそも何なの。しまちゃん、生活困窮者3、 i7 入る動画編集なら i7 に落とす、i7 よりいいやつですね。AMD ってやつですね。AMD なんとかディスペア11万の CPU ですね。AMD ってやつですね。で、これを i7 に落とすことはできるけど、 i7 だとちょっとギリギリだって言われました。しまちゃん、i7 で十分、 3i7 で十分。キャプチャーするんですよ、それを、あの生放送で。そのダヴィンチリゾルブってやつが重たいんですよ、ソフトで。僕がパソコンの知識がないからどれくらい必要なのかが全然わかんないですよね。見積もり書っす。で、落とす、これで妥協する部分があるなら i7 でもいいかもって言われたけど、 i7 だとちょっとって言われた。ハルさん、大は小を兼ねるで行こうぜ。ステップ割る 3i7 で最低限ってのは正しいんだ。多分店員の言ってること正しい。でもね、リスナーさんもそう言ってた。生活困窮者3、リスナーさんも i7 が多分最低スペックだって言って、 i9 入れろって言われてたの。あと2テラは普通のハードディスクにすれば SSD 50ギガにして、あと2テラは普通のハードディスクすれば。そうなのかな。SSD が39,800円、39,400円だから、3つで
8万かかってるね。3つで8万かかってる。どうすりゃいいんだろう。鮫島さんのパソコンってどれくらいかけたんすか、お金。ちなみに30万ぐらいですか、あれ。ハルさん、常識的な使い方じゃないし、強いのにしといた方がいいと思うけどね。ハードディスクに8万ちょっと高い。ハードディスクに8万は贅沢かな。じゃあこの、1テラの SSD を、記憶する部分をハードディスクに変えればいいの。これが何なのか分かんねえかんな。リスナーごときさん、普通ハサ入れて近っつったら自分で交換するから、初めは安いのでいいんですよね。うん、しまちゃん、生活困窮者さん、お前に高性能パソコンいらない、20万くらい超平気、1銀行、ね、3、50万の PC ってすごいね。でも俺予算20万で見積もり出したんですよ。20万くらい、予算どれくらいですかって言われたから、20万くらいで、ダヴィンチレゾルブが動くように作ってくださいって言ったらこうなったんだよ。な、20万のパソコンじゃ動かないんじゃないの。しまちゃん、生活困窮者さん、使いこなせないから。だって僕今あれですよ、レッツノート、30万のレッツノートでヒーヒー言ってんすよ。さすがにね、5分の動画書き出すのに2時間半かかったりとか、ね、読み込むのに1時間かかるのはちょっと無理っすよ、これ。ラチャット D、 Q、 10適当にやる 3G チューンだといくらなの。わかんないっすね、 G チューンっていうのがいくらか、何なのかわかんないんで。初心者さん、映像メインならスペック高い方がいいし、SSD は早いから何個あってもいいよ。20万じゃ普通にしか使えない。20万のパソコンじゃ普通にしか使えないよ。わら、ノートはゴミ。生活困窮者さん、ノートなんかゴミだから。ウイスキーマニアさん、ソフトの起動と OS の部分を 500GB の SSD にして、後のデータ保管用に普通のハードディスクにテラにすれば、リスナーごときさん、動くのと十分早いのは違うんですよ。豆さん、お疲れ様です。いや、アイコアじゃないっすね、 AMD っすね。カッパ大さん、レッツノートは省電力 CPU だからね。CPU が AMD2950X。 金玉子さん、声はイアン。マザーボードが67000。超平均1銀宝350万。これ何なんだろう。グラボ3メモリ 32GB。 メモリが 16×232 メモリって書いてある。いや、お前にはもったいない。みーさん、わらわら。いや、もったいないかどうかを聞いてるんじゃなくて、あのソフトが動くかどうかなんで、僕にもったいないとかどうとか、聞いてないっすね。ソフトが動くかどうかっす。生活困窮者さんは知ってるよ。僕に合わせてたらダメなんで。初心者さん、ただ昔の人たちは昔のパソコンで映像を作れてるからのわらわらわら。ウイスキーマニアさん、自分のパソコンは OS に SSD にしてるから10秒で立ち上がります。松さん、俺夜勤までして働いてるけど50万はとても手が出ない。俺も手出ないよ。しまちゃん、生活困窮者さんだから動くとか関係ないから、お前には使い。みーさん、愛してるよ。リスナーごときさん、多分自分では判断できないから、同じソフト使ってる人に聞いた方がいいかと。いや、これね、同じソフト使ってる人がほとんどいないの、俺の周りに。コウックさん、自作したことあるの。ない。マメさん、 AMD は難しいみたいですね。AMD 難しいんだ。しまちゃん、生活困窮者さん、そもそもそんなこと聞いてる時点で無理。何を言ってるか全然わかんねえかんな。何の会話をしてんのか全然わかんない。ハルさん、まあわからないなら金払うしかないよ。わら、ね、コックさん、いきなり高いスペック買うのはどうなのかな。ヘドスカラテンさん、いきなりじゃなくて、今使ってるソフトが動くスペックで組んでもらった。 MD は初心者はやめといた方がいいみたいです。大地と三日月と三重 MD ってマイナー言うか、一癖あるイメージ。
太郎さん、まず一つ一つ部品が何に使われてるか調べなよ。 W 豆さん、俺もでした。しまちゃん、生活困窮者さん、おられてんだよ。C、Z、3、ババア騙せよ、得意だろ。超兵器、一技法、3、そのソフトがマルチコア CPU の処理に対応してるなら A、M、D でいいかもしれないけど、シングルスレッド性能が重要ならインテルがいいかも。しまちゃん、生活困窮者、3、だから俺ので余裕で動くから。ポリフェノール、久保田さん、ダビンシーリソルブ推奨マシンでも20万なんですが、それは。高えな。太郎さん50万はさすがにやばい。 WWW 高いよね。初心者さん、違うところで見積もってみれば、和道の顔を見ると騙しなるよな。みーさん50万高い。高えよな。ヘドスから点3円、 MD じゃなきゃダメかい。はるさん、ちょっと高くても知識料金だと思って完成品作ってもらう。知識代金だからしょうがない。 CZ3 ハゲ散らかしてんな。バカ和代さん、負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの。ステクワルさん、プロの動画撮ってる人でダヴィンチの最新の使ってる人だと iMac Pro をフルスペックだったから妥当っちゃ妥当なんですね。妥当なんだ。コイックさん、アー動画編集のソフトか、そらスペックいるわな。ナナパパさん、まあ素人が組んでもトラブル対処できない。シマちゃん、生活困窮者さん、紙と鉛筆使えばか。レイジアキさん、グダグダ言わないで過失落として作れよ。バカカズヨさん、何度バカカズヨさん、なんでドレさんに逆らったの。あの組み立て代2万って書いてあるね。人すごいね。パソコン組み立て代2万だって。まあ妥当だとは思うけど。バカカズヨさん、パソコン50万は高すぎ。山本さん、50万ってめっちゃ高いな。めっちゃ高いよね。庶民には手が出ないよこんな金額。25万で全然いけると思ったのよな。豆さん、組み立てるのは簡単でしたが知識がいりますね。しまちゃん、生活困窮者さん、俺ので動画編集余裕だから。太郎さん、ヒカキンが使ってるのは160万だけどね。コウックさんに、このままのぬこうじってやつに相談だけでもしてみれば。ガンモさん、まあもし A、M、D で組むならスキルないなら CPU とマザーとメモリをセットで買うことを勧めるよ。メモリの相性問題の回避はした方がいい。豆さんは、コインさん、ど素人は予算上限を設定して選択しろよ。ハルさん、まあ高等なことやるならしょうがないな。そうだね、パソコン詳しい人見つけた方が早いよね。マージン取ってるからな。ヘドスカラテンさん、組み立て代とかあるのか。しかも2万。クロウさん、プレミアプロとアフターエフェクツじゃダメなのか。リスナーごときさん、プレミアとね、アフターエフェクトとかファイナルカットとかいろいろ検討したんだけど、一応今もう使ってるのはダヴィンチですね。でまあダヴィンチでいいかなと思ってますね。気に入ってはいますね。安さだけで組むと相性とかで失敗したりする。今のところ気に入ってるのはダヴィンチですね。超デコ綺麗な詐欺師。しまちゃん、生活ドスパラっすよ。これドスパラっす。ドスパラ、秋葉原行ってきたんですよ。ドスパラっすよ、これ。ほら、ドスパラ。ドスパラです。ポリフェノール、久保田さん、もうオフライン編集室借りればいいやん。コウックさん、ドスパラか、ジャーマーボテルって映画制作ですね。そうっすね。ピヨちゃん男性の映像制作系に使う。映画制作に使うんですか？そうっすね。うん、コインさん、 SSD だけで8万とかアホかよ。しまちゃん、え、組み立て無料なんですか？ここに組み立て料金組まれてますよ。ボラれたってこと？自作パソコン組み立てサービス2万って。あと OS インストール代で19,400円。え、組み立て無料なの？さん、ちょっとくらいの詳しいやつでもスリッパ組むことはないけどな。ヘドスカラテンさん、マジっすか？ドスパラかよ。組み立て代取られたことないぞ。しまちゃん、え、なんで？なんで俺組み立て代組まれてんの？無料だもん。太郎さん、え、全員無料なの？超兵器、一技法。え、だってこれドスパラの見積もりっすよ。秋葉本店っすよ。だから組み立て料金なんてボラれたってこと？取られないと思うけど。しまちゃん、生活困窮者さん同じの、ドド。え、どういうこと？なんで俺だけ組まれてんの？まあ車のディーラーみたいにとりあえずフルスペックで見積もりされた感じ。C、Z、3、詐欺師、詐欺られる。コウックさん、え、ありえないのこれ。褒められてるかも。 W、ピヨちゃん男性のゾンビ。3、電話してみよう。
ボラれてんのこれ。OS 無料ってどういうことですか。え、だって Windows のダウンロード代どこに書いてあるっけ。え、Windows もさらに 17,800円取られてますよ。 Windows が 17,800円で、パソコン組み立て代が 19,000円で、さらにサービスパックで 2,000円込まれてますけど、え、どういうこと。 Windows 10ホーム日本語パッケージ 17,900円って、ヘドスから計算、デフォのパーツからグレードアップのカスタマイズしたら当然料金プラスされるよ。え、ちょっと見てみんな。組み立て代とか、しかも OS インストールで金取るとか。だってクロウさん、ダウンロード変わって www 自作パソコン組み立てサービス、メモリーテスト、 OS インストール、それ OS のソフト代じゃないの。19,440円。ほら、山本さん、組み立て代で、どうしたらこういうゴミみたいなやつが。あとクイックスタートパック納得コース2160円でしょ。で OS、 お前バカだからボラれたんだよ。 Windows 10ホーム日本語パッケージ 17,980円だよ。コイックさん、おかしい。それは CZ3 見積もり取ったところへ電話して聞けよ、詐欺師。太郎さん、やばすぎ。 www 唐揚げおいしさん、たけえ、ガンモさん、スリッパ自分 PC ケースは18,980円。そんなんねえからわらわらわら。ウイスキーマリアさん、自分もドスパラだけど組み立て代金はなかったかも。ドスパラカバラ本店、特別バージョンだと組み立て代金あるのかも。ボラれてんの。え、さ、こんなにいかないんすか。ケース4万わら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 。7パパさん、納得コースってなんだよわら。知らないよ、納得コースで。どっか削ってくださいって、20万で予算組んでって言ったのに48万って言われたんだよ。詐欺師、まさかの電気屋に詐欺られる。ミータンさん、ボラれてんの。ボラれている。ミーさん、高いわら。 C、納得コース。ドスパラに電話して聞きよ、詐欺師。7パパさん、メモリが高いのは仕方ない。コイックさん、ボラれてるわ。これは W、ステクワルさん、ケース1万とかであるでしょ。大地と、イカズチチと、さん、ガクブル、リスナーごとき。なんで俺ボラれてんの。スパラが詐欺はしないよ、W、働いたら負けさん、詐欺師先。俺電話持ってない。ヘドスカラテンさん、ドスパラが、こんなしょうもない見積もり出すかね。ドンフアンさん、納得コース。ガンモさん、確かにバカそうだからな。 W ってかバカだけど、わらわらわら。どうすりゃいいんだろう。C、Z、さん、電話して聞けよ、詐欺師。3枚。さん、こりゃ形から入るタイプだな。組み立て台 W 宝の持ち腐れ、ごめん。通りすがりのコアラさん、ドスパラは好きじゃないけど買った人がピヨちゃん男性のゾンビさん。つくのも行こうかなと思ったけど、もう衝撃の金額だったから諦めて帰ってきたんですよ。納得できてないけん。初心者さん、どうせこいつ買わないと思ったから、うん、その店のフルスペック書かれたんだよ、わらわらわら。スクショされ、生活困窮者さん、ドスパラで組み立て台とか聞いたことない。CZ3、 スクショ貼れよ、代わりに電話で聞いてやるから。ピータンさん、ドスパラに騙されいる。カレー王さん、CPU が AMD、 これが、CPU 116,000円、マザーボード67,000円。これ何なんだろう。メモリー、メモリーが生活困窮者さん、 NEC 買っとけばか。M なんとか系が18,000円、 SSD がこれ、うん、リスナーごときさん、ダヴィンチって要求スペックは高いけど PUBG 外付けドライブ2,000円、これはいいか。生活困窮者さん、メモリありえない。唐揚げおいしさん、 CPU は妥当か。 CPU は妥当なんだ。これなんだ、なんとか電源37,800円。今度出るインテルの9900円にしとけばよかったのに。 OS Windows 10が17,000円で、ビデオボード、グラフィックボードが50,000、 CPU クーラー水冷で14,000円。大地とイカズチチと3、うん、何件か回ってこんな見積もりだったんですけど、で見てもらうべき。マジか。コイックさん、いくつか回った方がいくつか回るか、これ持って今度。豚に真珠だわ。ウイスキーマニアさん、月末だから向こうも高いパソコン売りたいのでは。ステクワルさん、そう見積もりしてもらいましょう。ヘドスカラテンさん、組み立てで金取るにしても2万は異常でしょ。パーツ変わっても大して作業内容変わんねえのに。ネオジュードさん、そうだね。アイミツトロー、トコシ、
三水冷て水漏れしうぱいだね。七パパさん G T X 使うならし P U インテルやろ。リスナーごときさん、現在はライゼンの方が安いです。ガンモさん、どうせならもっと物理コア乗ってるスリッパにしてみろよ。わら。カッパタイさん、ネットから注文した方がいいんじゃない？もっと値下げた形で作業パフォーマンス上げられる？ケース4万は削れる。カレー王さん、もっと値段下げた形で作業パフォーマンス上げられる。クーラーも高いの？クーラーは水冷クーラー、水冷クーラー14,470円だって。ウイスキーマニアさん、クーラーも高いような。ビリーさん、 BTO A やんな。ボられたか。コイックさん、水冷なんていらんいらん。ナナパパさん、壊せるクーラー、ピヨちゃん男性のゾンビ、水冷、あ、壊せる CW って書いてあるね。壊せるクーラーだね。真面目な話、ケースは削れるな。シマちゃん、生活困窮者さん、水冷いらないの？水冷いらないから。わら。ネオシュードさん、え、じゃあなんで俺こんな何回も聞いたんだよ店員さんに。コックさん、俺はクーレー派。何回も聞いたよ、削れるところどこですか。 CPU って言われたよ。クーレーで十分 CPU 削れますねって。ただこれがいいって言われたよ。ボられてんの？リスナーごときさん、多分宝の持ち腐れだと W とこし3ボられてる。ガンモさん、カズミチレベルで水冷なんていらんぞ。シマちゃん、生活困窮者さん、お前にはもったいない。深夜ミキさん、私の PC は5万円よ。唐揚げ美味しさ35万ぐらいで妥当で済みそうなスペックやな。OS するの惜しい。3 o C するなら水冷もいいかもだけど、定格運用ならクーレーでいいんじゃない。誰中田やつだかって。シマちゃん、生活困窮者3 i7 で十分。ピヨちゃん男性のゾンビ3中田康隆が使うレベル。確かにね、カメラの保管冷蔵庫欲しいよね。どうするの。ガンモさん、ましてや CPU だけ水冷で中途半端すぎる。ニータンさん、最終的に使いこなせないならカメラの保管の冷蔵庫変える。ネオジュードさん、丸投げで見積もり依頼するとめちゃ高めにやられるな。マー君さん、マウスならいらないものはつけないよ。CZ さん、詐欺されたやつの気持ちがわかったか。詐欺師ビリーさん、オーバークロック。プロが使うレベル。ヘドスカラテンさん、 PC スペックそのものより水冷とかケースとか組み立てとか別のもんで料金跳ね上がってる。ウイスキーマニアさん、だってお金ないもん。50万なんか買えるわけねえじゃん。こんなんポンと買えるわけないじゃん。モニターは持ってるもん。モニター持ってる。でもさあ、買ってからこの枠だったら面白いのに買う前なのが残念。コア i9 は在庫切れだって。タワーなんか1万で買える。リスナーごときさん、ビデオモニター壊なくていいのか。豆さん、コラ IQ はまずいらないと思います。ネオジュードさん、プロのクリエイターが持つパソじゃん。ガンモさん、プロとかアマじゃねえよ。必要な性能かどうかってだけだ。コイックさん、金持ちのお坊ちゃんと思ったんじゃね。 W 店員 WW ガンモさん、少なくとも数道に入らん。大根さん、買っちゃいやしょう。豆さん、今 CPU 不足だから高くなってるのと在庫が本当になくなってます、うん、もうないって言われた。キリアさん、中谷下勝でキャリーパミュパミュとか作曲してる人。わら。七パパ三四万のケースキャリーとか作曲してる人なんだ。シマちゃん、生活困窮者三カズミチバカ。こんな大きさだったよ。こんな大きさだった。PC の話は盛り上がるよ。こんな大きさだったね。カッパタイさん、在庫これくらいの大きさだった。スパラじゃなくてマウスとか PC 工房とかもあり。こんな重度さん、こんな大きさだったよ。舐められたのは本当にこんなやつ。これくらいの大きさだった。ミータンさんに10万の PC のノートでも綺麗に動画が綺麗だよ。とんでもないデカさだったね。3ウルタワーかな。であそこの1万7000円の小さいやつにしてくださいって言ったら、あれは無理ですねと、お客様には合いませんよって言われた。え、じゃあお客様に合うのはどれですかって聞いたら、一番高いやつ選んでくれた。メンテが面倒くさい。お客様クラスですと、あちらの一番高いやつがお似合いですって言われた。じゃああれで組んでください。生活困窮者さん、俺のフルタワーだけど1万だわ。太郎さん、草。リスナーごときさん、 IQ は製造上の問題で製造停止中、うん、ネオジュードさん、成金の中国人に買わせるトークだな。わら。コインさん、まずは金の工面しろよ、うん、ピヨちゃん男性のゾンビさん、買わされるパターンやん。じゃあ買う前に見積もり出してきなよって言われたから、秋葉原行ってきたんだよ。ドスパラっていうのがいいって言われたから、ドスパラ本店があったから、それで行ってきたの。ガンモさん、店は分かってるな。はったりと見た目重視したのは見抜いてる。わらわらわら。お客様に1万7000円のケースはお似合いませんって言われた。
七パパさんごとった直だからな。初心者さん、アベンジャーズとかパイレーツ・オブ・カリビアンみたいな映画作ると思われたので超兵器、打ち技法あ、そっか、パイレーツ・オブ・カリビアンのジョニー・デップだと思われたのか。ブートシさん、オリオスペックで古い K 組んでください、うん、ウイスキーマニアさん、見積もりの中に SD カードスロットや無線ランコーヒーの内装入ってる。入ってないよ。わら、ネオ・ジュードさん、あんまり詳しくないのを見抜かれて高めに積まれた、うん、カッパタエさんに会うとかの。いや、言われたんだ言われたんだ。お客様にはそちらの PC ケースふさわしくございませんって。在庫1点限りの安いやつ選んだんだよ俺、あれがいいって。そしたらお客様にはふさわしくございませんって言われて、お客様はこちらですって言われたから、あ、そうですかって。ネオジュードさん、その店員のトーク受ける M、うん、ヘドスカラテンさん、ファッションで PC 決めるんか。ビリーさん、うんちくに弱いタイプ。うんちくも何もないよ。予算20万で、超平均だから3、その店員営業コミテやね。いいよ、ちゃん男性の特記時間を見てこないよ。ちゃんと言ってるから俺、予算20万ぐらいで、その店員を論破してやりたいわ。 W ダヴィンチでの動画編集、ニコニコでの放送って書いてあるから、この2つができるパソコンを欲しいっつったんだよ、予算20万で。わかる？ダヴィンチで動画編集、ニコニコでの生放送ってちゃんと伝えてるんだよ。そしたら値段が48万だよニコニコ生放送ってレベル高いんだな。ミータンさん、うん、48万かかんだよ、ニコ生やろうとすると。コックさん、ダヴィンチでピンと来たんだろうな、店員は。うん、ほら、特記事項書いてある。ネオジュードさん、できる上でお客様にふさわしい仕様で組みました、うん、キリリで、妥協、これは買えないから妥協する部分どこですかっつったら、 CPU 削りますかって言われたよ。 CPU は削りますかって。ウイスキーマニアさん、無線LAN化機内蔵してないと無線でネットできないけど大丈夫。優先で大丈夫だよ、優先大丈夫。リスナーごときさん、だからできるって、レベルなら1万の PC でもできるんだよ。いや、だから30万の PC で今やってるって。舐められたんだ。コックさん、 CPU Core i7 でいいでしょ。ヘドスカラテンさん、ダヴィンチのコミュとかないの？そこに使用 PC のこととか情報あるんじゃない？ミータンさん、ダヴィンチでボラれて結果かな？ダヴィンチの調べたよ。せっかく行ったのに無駄しくらしいね。 i7 が最低ランクで i9 あったらまあ問題ないって書いてある。ガンモさん、まあ元ではリスナーからこじるだけだから何でもいいんじゃね。まあ、元ではリスナーさんのこじりなのは事実だけど、うん、まあ、これがボラれたことだけ分かった。十分早いのは天と地の差があるんだけど、初心者さん30万なら納得するが50はやべえよ。わら、これはじゃあ何、最高スペックで組まれたってこと？サク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 動くレベルで組まれたってこと？もうとんでもない速さのレベルってこと？これは最高スペックな。ガンモさん、ボラれたというかバカにされた感じだわのわら。リスナーごときさん、そそよっちさん、仕事で使うやつじゃね。ガンモさん、全然今一なスペックだ。 CZ さん、来年も同じこと言って。今スペックいまいちなんだ。ミータンさん、うん、ステクワルさん、最高スペックとかだと GPU もっと良いの使うような、超兵器一技法さん、過剰性能すぎると思うな。カレー王さん、サンディー CG 制作に機能を上げてんの。ネオジュードさん、ネトギやると視点変更がそうすぎて目が回るレベル。ヘドスカラテンさん、50万は不必要に機能を上げてると思う。ガンモさん、せっかくのスリッパなのにしょぼい CPU だし、メモリも少ないし、初心者さん顔からして。ただダヴィンチをレッツノートの2年前のレッツノートの i5 でやってるって言ったらプッて言われたよ。コックさん、プッて言われたよ店員さんに。水冷はいらん。クマのプー33マックススペックなら CPU は i の9搭載だよな。言われた。ウィスキーマニアさん、あとそれは無理ですよお客様って言われたよ。お客様、それは無理ですって言われたよ。その PC なら書き出し10分以内。こちらのケースがお似合いなんですよお客様って。あ、じゃあそれで。ハイスペック PC はお客様にとても似合うと思いますので、お見積もり20分時間いただいてもよろしいでしょうかって言うから。あ、じゃあ任せるわ。お客様、もう少々お待ちくださいね。今店員で確認しますので。コックさん、では
嫌な店員 www 君に任せる。その店員なめ腐ってるのわらわらわら。デュフフ系よ。ノートでやる時点でバカにされて本当にお客様は目が凝ってますねって言われた。世界のアドが舐められて悔しいよ。この思いどうしようか。そう、炸裂しちゃったら。ミュージュードさん、受ける M、ヘドスカラテンさん。いや、見積もりがだから50万のパソコンだった。カレンさん、いくらくらいが。これが妥当なのかどうなのか判断してもらった。イタズチチと三シャクレで慕ったらず。W、レイジアキさん、シムラヤン、C、Z、3、金なくて悩んで、日に日にハゲてきたな詐欺師、リスナー、ごときさん、ドスパラによくいる店員じゃん。いや、ドスパラの店員に聞いたの。ガンモさん、パソコンショップの店員は、知識あるから、数日なんか行ったらそうなるわなわら。妙十度さん、舐められて、50万の見積もり組まれる払いたい。払いたいレベルなんだ。コウックさん、まあでもダヴィンチ満足に動かすには35万くらいは最低かかりそうだな。なるほどね。セフゾーさん、お前の存在はもはや50億。映画で50億当てればいいんでしょ。パソコンに50万かけて映画で50億儲ければいいんだもんな、セフィーな。レッドカーペット歩くんだから俺。世界の和道、銀河の和道。ごときさん、店員は記号なので誰でも同じだよ。うーん、参ったな。まあボラれたのは分かったわ。え、なんだろう、 OS のインストール無料っていうのがよく分かんねえな。ダヴィンチは有料ソフト。ダヴィンチは無料の方だね。セフゾーさん、カメラを止めるなってヒットしたやん最近。初心者さん、パソコン詳しくても映像とか加工の知識ないからフルスペック進めたんだろうわら。ガンモさん、ハイスペックというより見た目重視の無駄に贅沢な PC。 ハイスペックじゃないの。セフゾーさん、タイトルを配信を止めるなとかよくないか。これさ、何、あのハイスペックじゃないのこれ。中身マメさん、公式でダウンロード無料ですよ。プロダクトキーはヤフオクで買えば1000円。ダウンロード無料なの。ケースとか水面とか余計。1790、これ何じゃ。17,980円って書いてあるよ。 OS ダウンロード無料だから中途半端にハイエンドだっつーの。なんでなんで。リスナーごときさん、 PC に詳しいやつは YouTube にしかいないな。何それ。全然意味わかんねえ。全然意味わかんねえんだけど。リスナーごときさん、無料なわけねえだろ。クリンさん、使う人間のスペックが使う人間のスペックは銀河系だね。マメさん、うん、今さっき新しい PC に OS 入れましたよ。かかったお金は890円です。カプチーノさん、セロリンネちゃんのが詳しいな。みんな詳しいな、パソコン。ウイスキーマニアさん、車に例えるとフルエアロの新車を提案されたイメージ。妙十度さん、愛心業だから。フルエアロがよくわかんないけどね。車の免許持ってないから。エアロが何なのか、サスペンダーのことかな、うん、フルエアロがよくわかんないけど、まあとにかく高いやつなのね。リスナーごときさん、980円は海賊版、うん、初心者さん、店員に銀河の数満ちて言ったの。あ、言ったよ、もちろん。ごめんなさい、銀河系男子ですけど。サンウィンの ISO ファイルを落とせば、あとは。あ、そうなんですね。先着で OS が手に入る。お客さん本当にイケメンって言ってた。カズミチみたいなやつが必要なんだよ。気持ちよく騙されろ。マメさん、公式からダウンロードしてるので、ずっとニヤニヤしてた。ここ泡吹いてた。ワドがジェームズ・キャメロンに見えたから、思わず高めに設定したんやろ。店員は悪くない。ピリンさん、どの部品が何の役割してるかぐらいは勉強しないと。動画編集したいだけなのにな。サクサク動画編集したいだけなのに。センサーの掃除に3000円も取られたしな。また明日秋葉原だ。時間もったいね。リスナーごときさん、じゃ何で2万でウィンチュー売ってるのよ。コウックさん、いやいや、動画編集をサクサクってのが WW。 ウイスキーマニアさん、リアウィングとかサイドスポイラーとか別にいらないボディパーツをつけて売る感じ。リアウィングもサイドスポイラーもなんだかよくわかんないですね。車わかんないです。
超兵器日銀法3動画編集自体は間違いではないのか。高いスペックの PC を買うのは間違いじゃないよ。豆さん無知な人用じゃないですか。だってさ5分の動画作るのにさ読み込みと書き出しで2時間半かかってんのはバカバカしくない？さすがにだってその間放送できないつらいよ。カメラ汚れてゴミが取れなかったの。ブロワーって言って空気で吹いたんだけど、だからソニーに持ってった。パソコン見積もり取ったんですか。リスナーに自作パソコン実費で作ってもらえば。ガンモさん最後に一言、あとな真面目な話、何かやるというならボトルネックというのを考えろよ。 CPU だけ速くても他で足引っ張る。え、何結論から言うと買えってこと、買うなってこと。結論から言うとこれはダメってこと。結論もうシンプルに分かりやすい言葉、 CPU とか言われても分かんないから、これは買うなってこと。肉球さん CPU だけではダメだよ。寝てる間にやればって、まあ今実際そうなってるからね、そういう風にやってるからね。でも今度 YouTube のコーディングとかの問題あるから。ガンモさん、おい W 速買い替えるレベルだ。ノリノリやって買い替えるレベルの。買わない方がいい。ネオ10度さん、電源からして性能に影響があるからね。肉球さん、スペックなんですの。初心者さん、買えるなら買った方が絶対いいでしょう。買った方がいいの？散々文句言ってたのに。どういうこと？ボラれてるけど買えってこと？組み立てるにしても初めてなら AMD 早めた方がいいですね、うん、リスナーごときさん、それは君の立場にならないと判断できないよ。ガンモさん、ただスリッパなんて選ぼうものなら他とバランスが取れなくなってくるからだ。スリッパが分かんないんだって。育休さん AMD は基本ゲーム用だね。よく分かんねえな。まあこれは高いってことね。カッパ隊さん、ドスパラのライバル会社でもう一度見積もり取ってみたらいいんじゃない。もう一回見積もり取ってみるよ、他で。初心者さん、オーバースペックだってこと出したかいから、もっと安いのあるはず。肉球さん、今から買おうとしてるスペックは何ですか。ネオ10度さん、セットされた一番高いゲーミング PC が無難なんだけどね。割安。AMD 2950X CPU 116,000円、マザーボード67,800円、メモリが16×2 の 32GB メモリ、 1TB SSD が3つ、水冷とか期待するほど早く画像処理終わらないよ。豆さん M SSD なら早いですよ。 SSD が3発入ってるね。サムソンの SSD が、これが Windows 用って言われて、ソフトウェアをやるやつが1テラ SSD。オーバースペック。超兵器日銀法。ビデオカード。まさかビデオカードない。プリーザー。これかな。Asus と GTX1070Ti8G かな。これかな。ビデオカード。これかな。リスナーごときさん G。このビデオカードっていうのがグラフィックボードのこと。これが50,730円。映像系のソフトは AMD と相性悪いです。これがグラフィックボード。書いとこう。わかんない。グラフィックボードがこれね。ビデオカードがグラフィックボードね。椎茸さん1070で50万かよ。ガンモさん、後に若の自作はこれがグラフィックボード。数値が高いだけで満足しちゃうから、あんまり相手にしない方がいいからなわら。ノリノリやっと埼玉さん、そう。肉球さん1070は高いよ。知心フチ3070Ti、ゴミですね。MSGS3、まさか CPU1 台じゃないよな。肉球さん、ゴミではないだろ W。CPU1 台だよ。この際1から勉強してみたら。一から勉強してるの。超兵器一銀法3,50万なら3余裕でいけそうだけどな。初心者さん、もう一回他で見積もりして同じ金額なら納得しようでしょう。ノリノリやっと埼玉さん、こんだけオタクリスナーいるんだから作ってもらえばいいんだよ。いや作りたいんだよね俺自分で。たノリコが進めないって言った。フライスバンさん、ジャパネットで買え。ミータンさん、シンプルに例えば冷蔵庫に例えたら、カレー王さん PC 製ノリノリ。ネオ10度さん、これを機械に勉強してドスパラにリベンジしよう。ウイスキーマニアさん、 CPU、 メモリ、グラフィックボード、ハードディスクの種類と容量、この4つをまず決めてから複数点に見積もりをお願いしたら良いと思います。
ガンモ 34K 動画とか使い出すとナスで 10G ダヴィンチリゾルブっていうソフト使ってんのようになるからな。ビリンさん、これが PC 談義の醍醐味。確かに3,50 万の PC って www 何するの？ PC ケースこんな大きさだったよ。これくらいの大きさだった。簡単だけど初めてだと戸惑うよね。だから俺は部屋の中に入るかどうか不安だったもん。こんな大きさなんだよ。横幅がこれくらいあって、縦高さと丸さがこんだけあったよ。ガンモさん、のんちゃんよりもでかい。のんちゃん2つ分ぐらい。大バカしゃすぎる、わらわらわら。いやでかい、本当にでかかったよ。おし椎茸さん、でかすぎ。だからこんくらいのやつ選んだの俺。こんくらいのやつ17,000円のそれで作ってくださいって言った。お客様にそちらの商品はお似合いではございませんって言われたから、あ、じゃあどれでいい、どれがいいですかって言った。あちらのハイスペックがいいとは思いますけれどもねって言われた。リュフフって言われた。いくらって言った。4万円でございますよって。とってもお値打ちですって言われた。じゃあそれで。初心者さん、一番入り口のところに飾ってあったやつ。ノリノリやっと埼玉さん似てる。あちゃんさん、話し方わらわら。いやだって本当に言われたんだ。3、4万円でしょうがないでしょ、店員がそう言うんだから。ガンモさん、結局カズミチは何もしてない。ここに泡いっぱい吹きながら言ってるんだよ。わら、初心者さん、マジで本当にお客様、本当に10分お待ちくださいって言われて、その志村県のひーちゃんの私が担当させていただきますのでって言われて、ノリノリやって、頼むわ。埼玉さん、完全にカモにされてるじゅん。あちゃんさん、そんな店員いるの W やで、わらわらわら。肉球さん、良いかもだな WWW。 ドヤ顔だったよ、なんか見積もり渡してきた時ドヤ顔だったよ。本当に映像の仕事するならそれでも足りないよ。足りないの、これでも足りないの。ねあさん、寄りすぎたよ。あ、風船ありがとうね。やデュフフフフ腹立つわ、あの店員。ビリーさん、そいつ空気銃買う時もいたな。CZ350 万の PC も自力で買えねえ。34歳は痛いな。肉球さん、だからオム動画配信は向いてないからやめなさい。でも i9 がないって言われたよ。コウックさん、まあ映像関係でハイスペ PC 欲しがってるって時点でもういいよ。客さん、リスナーごときさん、そのレベル3台は欲しい。なるほどね、困った。まあ買えないからいい、買えないのがいいよね。買えなかったのが救いじゃない。これ買ってたらもう爆笑レベルでしょ。買ってないから笑いで済んでるけど、買ってたら終わってたよってことでしょ。これ買ってたらボラれまくってるってことでしょ。G4 しか使わんぞ、わら。ネオジュードさん、ケースにこだわるから難しいね。ビリーさん、うん、買ってたら大爆笑のレベルなんだ。ボイックさん、買ってたら大爆笑。よかった、早見積もりだけでよかった。ごときさん、ヒカキンは無駄に金使っつてないよ。まあよかったわ。南アルプスカシさん、レンタルでいいじゃん。ミータンさん、買っていたら震える。パソコンレンタルって毎日レンタルしたらいくらかかんの。自己満だから悩みどころよね。 www プリーザー緑丸さん、ネタになってた。ウィスキーマニアさん、昔のイメージだとインテルと AMD だとインテル秘書のイメージだったけど今は違うのかな。リスナーごときさん、セロリンで似てる。ビリーさん、裸で CPU。 いや裸で組めるって言われたよ。裸で組めば。ネオジュードさん、レンタルで実際に作業してスペック確かめるのいいかもね。レンタル PC。 肉球さん、いやだいぶ寄ってきてるけどまだかな。コウックさん、いっそケースなしにすれば。かけえぞ。なるほどね。肉球さん、自分で作りたいの？いや、自分でまあ作ってみようかなぐらいに思ってて、でも組んでもらった方がいいよって言われたから、組んでもらったら2万円プラスされたって感じで。ビリーさん、割れ道の部屋をケースにしよう。肉球さん、プラモデルみたいな感じよ。 W ロゼ350万、高っ。早め。なるほどね。
南アルプス菓子さん、買ってもすぐに新しいの出るからレンタルで十分だろ。ネオジュードさん、内心結構ムカついてるよね。内地と、いや、ムカついてるとか別に騙されてはないからね。ミータンさん、カズミチさんがダヴィンチでどのくらいの動画を作るかによるのでは。どのくらいの動画、昨日作ったって。昨日の動画見てみるか。今ノートパソコンで作ってるレベル見てみる。今現在のノートパソコンで昨日6時間かけて作ったやつ見る。6時間かけて作ったやつ、これ6時間かけて作ったやつがこれなんだけど、てか俺の YouTube に載ってるから見てほしいんだけど。いくよ、3、2、1。バトさん、うん、こういう甘ギフ届いたよ。こんな感じ。サペコ、これが最新の昨日作ったやつ、うん、のんちゃん、お腹空いた。何食べる？何食べるか。のんちゃん何食べたい？のんちゃん足綺麗だよ。朝からマック、うん、マジで言ってんの。じゃあ違う、もんちゃんエッチだよ。本当にポテト出せないの。じゃあね、セブンこういう動画作ってるね今。いや、これ公園行くよ、この後行くよ。うん、これを作るのに6時間かかったね。寝起きだから、うん、俺裸で普段寝てるから。リーバイスの501履いてんの。うん、のんちゃん痩せてきたね。かっこいいよ。のんちゃん痩せたよ、ちょっと、うん、頑張ろう。一番気に入ったシーンはね、あのクモの巣が入ってるけど、すごいかっこよかったよ、クモの巣のシーン。これがおすすめのシーンかな。都庁から良かったね。あ、ちょっと無理かな。地平線までビルって。ね、いいでしょ、たまにはこういうのも。のんちゃん YouTuber 大変だよね。え、富士山雪降ってる上の方は。そうだよ。俺が気に入ったシーンはこれ、このシーン。570円です。いただきます。長いよ、たったこれだけの動画なのに。このシーン綺麗だったな。芸術だよね。ここ良かったよね。クモの巣。iPhone で撮れるわけないじゃん、こんな。iPhone の性能でこんな綺麗な映像撮れるわけねえじゃん。綺麗だよね、これね。たまにはお散歩もいいでしょ。そうそう。まあジンバルも欲しいよ。だから三脚もジンバルも欲しいものリストに入れてるよ。もうそれはリスナーさんから買ってもらうしかないよね。まあ俺の YouTube 見てくれたら分かるんで、今 URL 貼るわ。ちょっと待って、俺が作ってんのはこんな感じです。これです。これここに全部載ってる、ここに。あ、感想 YouTube に書いていいよ。うん、まあまあポチッとチャンネル登録してください、うん、今後映画とかも映像作品全部いろんな作品載ってるんで。ただもう無理だよ、今のスペックだと限界、ストレスしかないもん。あ、公園ってあれか、水道で水飲むやつか。はいはいはい、俺がね、あれもあったね。
そうそう、今和道の好きだったって言われたのこれだ。この公園のやつね、この水のやつね、これだ。みんなの投票で誰だよお前。センターです。センターだ。選ばれて契約数ナンバーワン楽天モバイル。うん、これね、これだね。カメラ用のジンバル欲しいね。多分これだ。これでしょ。多分これだと思うな。こっちの方がいい。絵作りはこっちの、カラーグレーディングはこっちの方がこだわってて、演出にこだわったのが昨日撮ったやつかな。だから用途が違うかな、ちょっと絵作りが違う。ただ公園の方の映像をさっきみたいなドキュメンタリータッチで撮るんだったら、もう時間がいくらあっても足りない、オーバースペック。だからあれ30秒の動画で6時間かけてんだもん。だからもうとにかくパソコンが悲鳴上げてるから無理だよ今の環境だと。30秒とかだったら1日かけて作れるけど、30秒と表現しきれないもん。起承転結入れらんない。リームだよリーム、厳しいよ。今レッツノート、2年前のレッツノート、まあ何やるにもかかるわ。うん、読み込み書き出しがもう2時間ずつぐらいかかるって感じで、編集もカクカクだから、もうゆっくりゆっくり動かして、ソフトが追いつく、滑らかに動くまで CPU 待ってみたいな。今のはちょっと厳しい。Core i5 だったかな、ちょっと待ってね。今のスペックがノートパソコンで、2年前の30万のパソコンなんだけど、インテル Core i5 1.2GHz、 1.6GHz、 実装 RAM が 8GB でとか、そんな16ビットオペレーションシステムって書いてある。まあ厳しいよな、ノートパソコンでやるっていうのが無理だよな。うん、うん、編集ソフトはダヴィンチリゾルブ使ってますね。いや無理っすね。だからもう、いやだから買いたいって言ってんのよ。そう、8ビット処理の動画は無理だって。もうだから店員さんに言ったの、ちなみにお客様今どんなパソコンをお使いなんですかって言われたから、いや2年前のレッツノートで Core i5 ですよって言ったら、ドゥフフって言われたよ。そちらは無理でございますよっていう、ドゥフフって言われたよ。残念だよ、バカにされたんだ。自作でかける金額はっていうか、だから逆、俺はダヴィンチリゾルブが動くパソコンが欲しいって感じ。いくらをかけるかっていう話じゃなくて、ソフトが使える、使うことが目的だから、それにいくらかかるのかを知りたいって感じ。うん、逆算で今度お金をどうやってこじろうかって話になってくるんだよね。結局こじきしか手段がないから俺は。あとは金額が決まったらリスナーさんに花火くださいっていう誰でもできる簡単なお仕事です。うん、いやもう秋葉に行ったらそんな店員しかいないよ。そう、あとは外国人。俺からしたら安ければ安いほどいいけど、安くて動かないんだったら買っても意味ないっていう話だね。ただそれだけ。まあこだわりが一個あるのは、なんかかっこいい、部屋に飾ってかっこいいケースがいいなぐらいで、俺は要望は2つ、最優先はダヴィンチリゾルブが動くこと、もうこれだけで、2つ目はまあパソコンケースが部屋のインテリアにはまったらいいな以上で、あとはいくらかかるのっていう話。そしたら48万って言われたっていう。今ここ、うん、
でも後から買い替えるっていうのがすごいもったいないから、できればちょっと余裕のあるいいやつは欲しいなぐらいに、ワンランク上ぐらいは欲しいなっていう感覚はあるかな。少し余裕があるスペックがいいなとは思ってる。あのどうせ時代がね経ったら買い替える必要になるからね、うん、自分好みにしたいなとは思うけど、ただほらパソコンのスペックあんまグラボ高かったね、5万って言われた、うん、だからね、まあみんなに相談しながら作ってってる感じかな。まあいや動くんなら中古でも構わないけどね、俺は動くんならね、うん、動くか動かないか、まあ、ただそれだけですよ。別に動くんだったら Mac とかでもいいし、安いんだったら。だから最初は Mac 買おうとしてたんだけど、 Mac やめた方がいいよって。パソコン代0円いやいや溜まってるの、うん、いつも言ってるじゃん、貯金あるのって、あるよって、うん、結構あるよ、あるよ、いくらあるんだろう、3万円ぐらいあんのかな、数えてみるいくらあんのか、数えてみようか、 How much いくらあんのか、俺の予算というか全財産、ちょっと待ってね、数えよう、レッツノートだね、俺が買ったの。2枚に白やと、これで5000円でしょ？5000円。に白やと、1万円。にしろやと15000円、3万ぐらいあるかな。にしろやと20000円、にしろやと25000円、にしろやと、和道の、あ、嘘、あ、あった、ありがとう、ほんとだ、よく気づいたね、3万にしろやと、あ、結構あるな、35000円、3、ん、にしろやと35000円、にしろや、4万円だね、4万円、4万円、4万と1000円、俺の全財産4万1000円、32歳です。どうも。皆さんこんにちは。4万2000円。グラボも買えないね。悲しいよね。口座はゼロだよ。口座は空。とりあえずケースだけ買うか。あ、パーツごとに買っていく？一個一個買っていく？パソコン組み上がるまで配信？バラバラに買ってく？いや、自作の方がいいんじゃない？って言われたの。あの、自作だったらパーツを交換していくから、あの、完成品よりも安上がりになるかもよって言われた。だから、あ、いいなと思って。やってみたいなと思って。
今そんなに変わらない？いや数万円でも安くしたい。三脚もジンバルも欲しい、レンズも欲しいから、そうだよ、リスナーさんが投げてくれたお金だよ。いやそこは否定してないよ。みんなの花火40発分だよ。おお、肝臓ソールドアウト、お疲れ。いやケースはかっこよくない。ケースが一番ダメでしょ。あ、バカありがとう。ケースはかっこよくないとダメでしょう。見た目から入るのは売りなんだから。ケースは絶対に手抜きしないよ。ケースは絶対に手抜きしないから。そこは絶対にお金かけるところだよ。いや働けないんだよね俺。A 曲はなんかのんちゃん暇だから後ろでってやってればいいんじゃないの。ベッドから後ろからってやればいいんじゃない。のんちゃん、のんちゃんがそれよくない。空冷のりこ方式、のんちゃんがフーフーして冷ます。見た目大事だよね。ケースは逆に金かけたいと思うけどね。ドスパラのホームページのカタログ、何ホームページのカタログって。見積もり書行ってきたんだよ直接。もうみんなに見せたよ、とっくに。おはよう。のりこの PC はそんなハイスペじゃないよ。古いやつだから、古いゲーミングパソコンだから。ノートパソコンだもん、そもそも高いよね。俺もこんなにすると思わなかったよ。マジか。でもさ、俺思ったんだけど、もうこじればよくね、こじればよくね、こじろうぜ、こじってみない。50万こじればいいんだよ。こじれば、そう、いいアイディアじゃないの。配信者らしくない？どうこの作戦。だって結果50万あったら終わりでしょ、終わりでしょ。どう、もうこじる、ひたすらただこじるのみ。もう余計なことは一切考えない。作りゃいいんだよ50万なあ。よし、そうしよう。じゃああれだな、あの50万のパソコンこじき配信やろうか。こっから今花火一発だからやる。どうか、タイマー作る。タイマーどれくらい、50万配信者、仮想配信者が50万リスナーからこじるまで何ヶ月かかるのか配信やろうよ。そうしようか。じゃあちょっとパソコン配信に切り替えます。お疲れ様です。パソコンでこじきメーター回そう。こじればいいんだよ、難しいことガタガタ考えてねえで。俺は配信者なんだから。